おはモーニング。引っ越し作業員として借り出されている坂村です。妹が家を追い出されたそうでお引っ越しすることになったらしいんだけど、午前休しか取っていないので昼までに全部運ぶぞとこき使われています。よいしょ、あっちモニスコが、お邪魔します。というわけでこちらの家に引っ越しました。いやお前じゃないから。よいしょ、うわっ、やめろよ。おい、ガスついたよ。怖いの。早速火事になるとこだった。いや、マジ疲れたわ。お前何もやってないだろ。あ、こんねん。今は広い家に一人だと寂しくなっちゃうかなと思って、家から大切な呼び込みくんのぬいぐるみを持ってきた。ちゃんとマジでいらない、汚っ。ね、マジでやめて。いらないんだよ、毛が飛ぶから。あとあなたの家にあってよくわかんない、これ荷造りされてなかったガンツボールみたいなのをね、運んできました。軽いのしか持ってない。マジ暑い。もうほんと時間ないから行くわ。え、サボんないの？カジサボんないよ。午前休なんだからサボれないよ。真面目ですね。じゃ、すげえ。いや、慌ただしいですね。今ハウス、うんこ落ちてます。汚ね。汚ね。ほんじゃ、今から仕事なんで、行ってきます。てなわけで、インモがいなくなっちゃったんで、もう、そしたら物色するしかないでしょ。家のものを。よろしいですよ。さすがに暑くて熱中症になるんで、なんか飲み物拝借させていただきます。なんもない、飲み物が。本当に焼肉のタレとなんかアルコール系しかないですね。いや、しかもさ、コチュジャンとかの中によくわかんねえ薬がいっぱい入ってんの怖いですね。ちょっと仕方ないんで、私は氷結みかんクーラーいただきます。私もいただきますわ。早速お疲れ様の、よいしょ、からの乾杯。いいっす、お疲れ様っす。ああ、よかった。水分取れてるかよくわかんないんですけど、めちゃくちゃ美味しく感じます。なんかね、エアコンないんすよ、この部屋は。やばいっすよね。ちょっと、なんとかしてほしいです。この後私が、この家で帰ってきたらね、死んでしまってるかもしれないので、どうか、エアコンの設置お願いします。お気に入りのジェラピケも、汗でびちょびちょですわ。なんか物色しましょう。ご覧の通り、本当に何にも開封されてないっていう。こんな箱だらけだと、仕事で帰ってきた妹が全然落ち着けないと思うので、いろいろ開けていこうと思います。何から開ければいいんだろう。なんか箱だらけで三脚を置く場所すらないのよ、これ。よいしょ。もうね、蓋開いてるのもある。ちょ、これさ、段ボール、結構大きい段ボールにフライパンがこう1枚しか入ってないんですけど、フライパンなのか皿なのかよくわかんないんだけどね。さすがにこれ収納がミニマリストすぎて、こんまりに一度怒られた方がいいと思います。そうね、段ボールもどこに置いたらいいかわかんないからね。置き場がないんでピエンさんに渡しておこうと思います。斬新な保管方法です。引き続き、インモ部屋の謎を探るべく、我々調査隊は、アマゾンの口へ行こうと思います。120キロ、ポテトチップス入ってます。やばいね。入ってんの、カタメルテンプル。なんかこれ、香りある。ねるねるねるねだと思ったら、マガヤモンみたいに出てきた。台所食やつ。あ、私の家からぬすっとした一覧だ。なんかどんどんなくなっていくと思ったんだよね、一覧。この箱にこれしか入ってないやばすぎでしょ、普通に。大事機器っていうのがあってすごい気になるんですけど、なんか触れたら壊れそうなので一旦保留します。わ、酒瓶取扱注意っていうのがある。お酒入ってんのかな、珍しい。インモがお酒瓶で買ってんの見たことないけどね。これさ、汚ね、なんか髪の毛も入ってるし、これもなんか私の家から勝手に盗んだ一番くじの悟空とピラフのフィギュアが入ってます。一回収納力をね、みんなインモにアドバイスしてあげた方がいい。これは、あ、インモジャージ。お、くしゃくしゃの縁側 T シャツ、すごいですね。洗濯カゴのように扱われている段ボール、ちょっと身を生んで乾燥させてます。もう結構もうここのエリア片付いて足の踏み場できたんでいい感じです。これは、私の実家の日暮らしの泣く頃に、あれ、これユーモに貸したんだっけ、日暮らしが出てきました。罪滅ぼし編、懐かしい。なんでこれ持ってきたのかな。後日ネーネーは貸したから運び代の送料をいただきますとか言われたら、結構恐ろしいなって思いながら、ありえそうだなっていう事態に心ざわついてます。フィギュアっていうボックスがあって、やっぱり今もカッパの血引き継いでんだなって思わされますね。よいしょ、この猿怖いですね。一旦どかしましょう。お、
ちゃんとこれはなんかみっちみちに詰まってます。スプラトゥーンの可愛いぬいぐるみさんとか、ピクミン、ピクミンってフィギュアあるの？可愛いね、これ持って帰ろうと思います。お、これってキスマイじゃないですか。前回実家に行った時に、インモの部屋から謎のペンライト、ハンバーガーのペンライトだったんで、食いしん坊だなと思ってたんですけど、どうやらコメント欄見てたら、キスマイ推しなんだインモちゃんみたいなコメントたくさんあって、彼が推しみたいです。どうやらピエンさんが気になるものを見つけたみたいです。これは、前動画でなんかプレゼントされてたやつじゃないですか。これは実家のワンちゃんのモニカです。モちゃん、よかった。あ、ちょっと、これは私のおつまみですわ。ひどいね。ひどいね。人のおやつ食べちゃって。食べてないよ、ほんとに。もちゃんどうぞ。磨きしようね、もちゃんはね。レンさんと違って、やっぱりちゃんとね、もちゃんには、はい、いつまでもね、健康でいてほしいので、ちゃんと歯磨きおやつを与えていこうと思います。これそんなうまいの、これ。ちょっと一本だけもらうね、もちゃん。うん。ピエンさんがもう一個気になるものを見つけたみたいです。なんですかこれ、時計、クリームクリーム、なんか謎のマニキュアなのか。え、ピエンさんがマニキュアみたいなの飲んじゃったんですけど大丈夫そう？もうちゃんやばいよねこの人。本当に飲みましたやばいね。ピエンさん飲んじゃいけないもの飲んじまったんかなと思ってたんですけど、どうやらこれなんかお酒みたいです。リキュール、めっちゃ可愛いね。え、あれっすか、パリッピーショット酒、原宿バージョンみたいな感じ。私もいただきます。じゃ、お茶ホールして、いや変わる。おお、スーパー甘いと思った。やばいやばい、口の中ゾンビみたいになっちゃった。やばいです、これインモにバレるね。2個なんかで埋めないと。バレないようにぽっかりもんでしのごうと思います。無理があるか。一旦バレないです。これで今さ、物色していろんなものあったねみたいな話をしようとしたんですけど、この隙間にさ、なんかあるんだよ。鶏胸肉入ってたんですけど、大丈夫そう？生。しかも、怖すぎる。本当に怖すぎる。夏の本当にあった怖い話みたいな気がしてます、本当に。広い部屋にポツンと動物の森の配置みたいに置かれたピラニアがいます。すごっ。本当にいるんだ、ピラニア。ピラニアなんて、ウェンディーズの第1話でしか見たことないかもしれない。ピエンさん、ピラニアと触れ合いコーナーです。さすがに指は冷たくないですわ。今日はなんとピエンさんが差し入れを持ってきてくれてるみたいです。引っ越し祝い。こちらが引っ越し祝いですわ。すご。これ肉1キロですか？高級な肉塊を買ってきたらしいです。私何も用意してなかったんで、プリクラを買っておこうと思います。これでいつでもネネのこと思い出してね。いい感じに晴れました。ちょっと不安なんで少しだけ味見しようと思います。いいよー、よっしょー。キッチンで塩を見つけてしまったみたいです。ちょうどいいつまみを見つけましたわ。ピエンさん引っ越し祝いで肉の塊、ローストビーフの塊を買ってきてくれたんですけど、どうやら全部焼き上げるには1時間くらいかかるみたいなんで、ちょっと薄切りに急遽緊急変更してステーキにしました。インモの焼肉のタレがなかったら私たち素材の味を食べることになってました。ではいただきます。ちなみにこの肉6000円したそうです。なぜかインモに差し入れをしたはずの高級焼肉がですかね、やっぱスタミナ切れてたのか、そんな食べ尽くしてしまったんで、これは良くないと思って、酒日記に物事って見つかってしまうんで、ピエンさん、お寿司でも出前取りましょう。イモさんの好きな縁側を出前お願いしますわ。お任せですわ。お、縁側が届きました。ピエンさんに頼んだら全部縁側になりました。じゃんじゃーん。絶対イモ喜ぶから。スパコただいまモス、疲れた。妹も仕事から帰ってきたので、新引っ越しパーティー飲まないとの始まり。上司に怒鳴られて胃が痛いらしいので、縁側で優しく包み込んであげよう。家に帰ったら縁側がめっちゃ届いてた、うん、そうだよ、引っ越し祝いです。おめでとう。優しいねえね、ねえねは優しい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 。なんか一回聞き間違えた、なんか変なの聞こえてきた。
気のせいだよ。暑さにやられちゃったんだろうね。というわけで、これから改めて引っ越しパーティーをしようと思います。お仕事お疲れさんです。お疲れです。お疲れです。じゃあ皆さん、お酒で乾杯しましょうか。おしゅーん。お疲れ様でーす。こうです。酒しかねえから、ここの家。なんだろうね、断るごとに10個もなんだけど、お酒しかない現象、やめてほしいですね。おいね。やろうどうの酒はめっちゃうめ。そうさ、皿とかないの？皿なんてないでしょ、どう見たってだ。どうやって醤油入れるのよ。だから上からちょーんってかけるべきじゃん。てか醤油いらないから。あれ、あれは？何開けてんだよ、おい。やめろよ。お酒の、さっきの酒のやつ、ここちょうどなんか醤油入りそうだよね。増やせば。増やせとかじゃないから、これいいもの。いつ見ても、縁側オンリーってインパクトが半端ないんだよな。それじゃ、いただきまーす。うんふーん。おいしい。うますぎ。止まんないですね。止まんねえ。うん。うんふーん。感想とか、そういうの全部すっ飛ばして縁側を食べてしまう。うん。ダメだこれ。白って200色あんねん。なんでその感想。え？仕事終わりの、縁側ってやばいね。口の中でいつもより広がる。縁側が？縁側が。広がっちゃってる。油って大事だね。ピエンさんは今日も。やばい。ねえ、ちょっと。最低だよ。一箇所にしないよ。今日の塩はちょっとなんか、いい塩ですね。沖縄の塩だ。持ちます。おいしい。まあ、なんか、怒ってるよ。ピエンさんの足の匂い嗅いで。臭すぎてるよ。あまりのピエンさんの臭さに、もうちゃんが怒ってます。この草も、新鮮そうで美味しそうですわ。待って、何やってんの？それってあれじゃないの？カラスだよ。プラスチックじゃない？怖すぎますわ。怖い。でも私もあの引っ越し祝いにちょっと一つ持ってきたものがありまして、歯ブラシセットです。どう考えてもお前らそれって何なんだろう。こっちがピエンさんの歯ブラシ。ちっちゃ、何それ。なんか歯が痛くて、なんかちっちゃい面積しか使えないらしいよ。歯ブラシだよ、それ。そう、友達の沖縄のお土産ってもらったんですけど、ホテルの名前入ってて、どう考えてもこれホテルに備え付けの無料の歯ブラシ切ない？お土産は。いや、どう考えても無料だろ。ちょっと、切ないんですけど。これ。いや、使っちゃダメですから。なんだろう、これ。受け取ってください。やつ送るなよ。そもそもさ、なんで追い出されてこんな急遽引っ越しに立ったのか、皆さん知りたいですよね。なんなんですよ、聞いてください。強制追い込みが行われたんですよ。何強制追い込みって。それがね、上の人がね、夜になると友達集めて、夜な夜なセッションを行うんですよ。セッションって何？どういうこと？歌歌ったり、ギター持ってきて弾いたり、ジャガジャガって。最終的には太鼓なんかよくわかんないやつは、ドンドクドンドクドンドンドンドク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 ドン。これ何でしょう？太鼓の達人の夏祭り？ピンポーン。おいおい、真剣に話してんだから、はい、あまりにもさ、うるさいから、耳栓代わりにイヤホンの Bluetooth 機能で、あるじゃん、音を消すやつ。それを繋げようとしたら、なんかね、音が全然聞こえなくて、え？と思って壊れてんかなと思って、爆音にどんどん音を上げてたんですね。はいはい、間違ってね、その時、ネーネの動画を流しちゃったんですよ。まさに上の方から、ねえねえ、音楽が流れてきて、え、やばみたいになったんです。たまにやめろよ、ほんとに。はーいと思って焦ってたら、上から、え、世界一の坂本ゆっけじゃんみたいな声聞こえてきて。これは、冷や汗じゃん。で、見バレじゃん。見バレしちゃったんですよ。見バレの危機を感じて、まあ、それこそ強制追い込みたいなもんですよね。確かに、それは怖い。もう下で、チャンチャーンとか、うーいとかできなくなる可能性があるってことですよね。できないんですよ。いやでもさ、不動産に入る前に、私、お化けとかそういうのダメなんで、墓とか、寺とかは NG 出したんです。はいはい。そんなに NG の出し方あるんだ。いや、普通でしょ。はいはい、なのにね、窓を開けたらすぐそばに墓とかが見えるんです。はいはい。そうですね。なんで、まあ、実質良かったんかなっていう風に思うことにしてます。前向きですね。ポジティブに生きよう。強く生きねば。ピエンさんさ、さっきからピエンさんの縁側スペースだけ全然開かなくてさ、
前回3巻しか食べてなかったよね。ね、でも、うん、3巻だった気がする。違う、今回は4巻ですわ。やっぱり歳なんですかね。一番最年長な、最年長なんで、縁側の油がやられちゃって ね重いらしいです。どうやら3巻ギリだったけど4巻でギネス更新みたいなことをおっしゃっていましたということですか。わからないです。あ、ひらめきましたわ。先ほど発掘した、とりあえず潰して焼いてみたマシンで縁側の質量を消し去ろうとする機嫌ないとこ。おー、思いのほか油の乗ったうまそうな米せんべいになっていました。美味しいですわ。でもさ、まだ前の家が空いてるってこと？うん、一応空っぽね。空っぽね。それなら一人かくれんぼやりに行きましょう。マジで絶対嫌だから。一人かくれんぼってさ、みんなでやったら意味なくない？そうそう、一人でやるもんね。一人でやります。墓の近くでやらんと罰当たりすぎだろ。怖いそう。じゃあ、私がやってきますわ。どうぞ。いいの？かし。まあ、もう行かないから。なるほど。ピエンさんの心霊夏企画が今後あるかもしれません。もう行ったらこっちには入ってこないで。そしてピエンは帰らぬ人となった。明日も仕事だからそろそろ帰れと追い出されるネーネとピエンさん。終電もないのでピエンさんは追い出された方の家に宿泊させてもらっていました。暑いので夏の風物詩にと一人かくれんぼをしてみたらしい。ツノッチ見つけた。次はツノッチが鬼だから。イカれてんな。一方ユッケはというと、おやすみさん。早く帰れよ。まず邪魔、寝る場所ないんだけど。早く帰って。おしまい。おい、わかったよ。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。上司に怒られて胃が痛いとわめいていたインモさん、縁側を50巻くらい食べたら胃が激痛に変わったらしいです。インモ的には絶対ストレスが原因だってことで脳神経外科に行ったらしいんですけど、ただの食べ過ぎだって胃薬を渡されたそうです。まあ急遽引っ越すってことでね、初期費用を貸してくれとネーネーファイナンスから借金をしたインモですが、10日後終わりで請求していこうと思います。なんてね。ほんじゃバイバイ。